はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、診断でね、追加されたね、新しいモンスターね、このファイアウォールドラゴン、ダークルードネオテンペストっていうモンスター、これめちゃめちゃ強くて、今結構残機デッキとかね、これ入れて、なんか結構分回してる方多いかなと。で、最近ね、残機、増えてきましたね、ランク1にも。で、大会とかも非公式大会結構優勝してましてね、まあ、また残機が注目されてるなと。いう風に思うわけですよ。でこれなんでかっていう話をすると、まずネオテンペスがめっちゃ強いですね、効果。はい、これ結構ワンキル能力高くて、モンスターゾーンに存在する限りバトルフェル中に相手が、モンスター効果発動すると無効になるっていう効果と、あと、バトルフェル中に、このカードの属性の種類の数だけモンスターに、攻撃をすることができますよっていう効果と、あと、相手自分ターンにフリーチェーンで発動できて、デッキエクストリックがサイバーストコモンスターをオールから埋葬しながら、墓地を送ったモンスターと同じ属性として扱って攻撃力が2500アップするっていう。だからまあ5500とかでなんかめっちゃぶん殴れるんですよ。だからすげえワンキル取れるんですね。でね、このモンスターが何が強いかっていうと、もちろんそのキル性能も高いんだけど、このデッキエクストリックからサイバーストックモンスター1体墓地を送るっていう効果がめっちゃ強くて、これが悪さできるんですよね。で今回は何をしていくかっていうと、あのね、サーキュラー1枚から先行ワンキルが確定しました。この世の終わり。ネオテンペストが来る前まではね、結構安定感がなくて、サーキュラー一応1枚からワンキルはできたんだけど、サーキュラーを持ってくるためのサイバネットマイニングとかは使えないとか、マイニングは後で使うからね。だから、一応1枚できたけど、なんかワイニングは使っちゃダメとか、なんかいろいろあったんですよ。なんか制約が。今回、純粋に、サーキュラーをサーチ全力ですれば、サーキュラー1枚からワンキルが確定しますので、まあ、今回の、まあ、デッキ、1枚、手札1枚からワンキルできるというデッキになってまして、で、ギミックの中でね、手札1枚でワンキルできると何が起きるかっていうとね、要は、ね、相手のね、誘発をね、弾くカードめちゃくちゃたくさん入れられるんですよ。例えば、まあ、相手の増殖する G に 対抗するための墓穴抹殺とかうらら、それから、まあ、ビーステッドを、まあ、ケアするためのわらし、あと、相手のエフェクトベイラーとか無限コードをケアするためのサグラビス、こういう辺のカードを全部さ、採用できて、でさらにサーキュラーをすでに手札に持ってる場合はスモールワールドでそういう相手の誘発を弾くカードを持ってくることもできるんですよ。これがねめちゃめちゃ強いんだよね。だから単純に手札1枚からワンキルが確定してるんじゃなくて、相手の誘発を弾くカードも、まあ、同時に結構たくさん採用できるから、要は先行ワンキル率がめちゃめちゃ上がってんですよね。はい。もう終わりですよ、この世の終わり。まあ、サーキュラーはね、今 OCG でもかなり制限きついですけれども、まあおそらくね、マスターデュエルでもちょっと怪しいのかなと思ってますが、とりあえずですね、サーキュラーを使った、まあ、ドヤ顔クソソリティア先行ワンキルお見舞いしていきましょう。あ、ちなみに、ギミック上は、こいつが出るんでかなり豪快です。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。いやもう世も末ですわ、手札1枚から先行ワンキルかなり成功率上がりました。これはですね、ですね、どっかで行こうかな、スモールワールドから行ってうららサーチして増殖ケアかな。あ、なんかあるね相手。わらしで B セットケアして、でうららで増殖する時ケアして、うららは墓穴でケアするみたいな感じですかね。誘発3枚ほどケアできます。これ誘発3枚ケアしながら先行ワンキルです。終わりましたね。遊戯王終わったわ。誘発3枚ケアしながら先行ワンキルしていくのキモすぎるだろ。で残機サーキュラーの効果、残機シグマは墓地の食って自身を特殊召喚していく。増殖ではなさそうですね。もううららなんかな、スモールワールドのチェーンがあったので。で特殊召喚、うららはちょっと自分のうらら腐るが、まあ、墓穴ぶち込むしかないか。はいはいはい、いいでしょう。で、春うららちゃん投げていくが、その幼女はケツ穴を確定させて、幼女のケツ穴にぶち込んでいくスタイルで、これ無効ね。で、あとはですね、激肝もクソ長ソリティアをお見舞いしますので、よかったら皆さんついてきてください。まあ、ルート解説も書かれます。残機方程式。これ真面目に残機をする、気はありません、一切。
あの最近ね、あの非公式大会とかでよく残機がめっちゃ優勝してるらしいですけど、そんな真面目に残機する必要はありません。なんでかっていうと先行暗記をすればいいからです。そんなうだうだ回してなんか先行制圧してるよりは先行暗記した方が早くねと私は問いたい。先行制圧してる暇があったら先行暗記をしようってのは今遊戯王でよく言われてることですからね。いやマジで本当に制圧してる暇があったら暗記をしようという話ですよ。でサイバースイート、からの方程式、これしょ、なんだっけ、残機、蘇生、死者蘇生するからね。でダランベルシアンちゃんがリンク先に出たのでウィキッドの効果によって墓地からサイバース除外してサイバースチューナー持ってこれるので、これでブルル持ってきて、でまだ召喚権使ってないんでブルル召喚して、で召喚成功時愚かな埋葬できるんでイグニスターを愚かな埋葬していく。あっちあーちゴーヒロミ、これゴーヒロミを墓地送っていく。でサイバースウィキッドとブルルでサイバースウィッチャーして、でダランベルシアン効果、フィールドのサイバースをリリースすると自分の墓地から残機出せる。でこれでサーキュラーをリンク先に出す。でリンク先に出てくるとびっくりしてサイバースウィッチがなんか よくわからないカードを除外して、よくわからないカードをサーチしていく。ギシオンサーと、ギシマホをサーチしていく。そして、サイバースウィッチの効果、1番の効果発動してると2番の効果発動できるので、これでアチチを特殊召喚で、アチチ特殊召喚成功時エグニスターサーチピカリで史上最強イグニスターモンスター、ダークナイトアットイグニスターをリンク召喚。ほい。OK。これね、あのカード名が異なってる番でもいいです。サイバーソードだったら。で、サイバーレットリチューアル効果、ピカリリリースして、ストームアクセス。ナイトオブ、ストームドラゴンを特殊召喚し、ダークナイトアットイグニスターの効果。リンク先にモンスターが出たので、自分の墓地からアットイグニスターを特殊召喚していく。で、これ効果は無効になってるんで、このハッキー。で、シンクロ召喚。これ結構ドラゴンパニッシュメントで送られることが、でそのぐらいしかあんま見ないかもしれないですけど、普通に進化召喚してみましょう。でウィンドウペガサスを出したことによってブルルの効果によってピカリを特殊召喚で、ピカリが特殊召喚に成功した場合の効果によって、愛魔法トラップカードを持ってこれる。でこれ気合持ってきて、で、ナイトオブストームドラゴンの効果、自分をリリースするとデッキからレベル5の、謎のサイバース出せる。これでシムタブラスを持ってくる。そして召喚条件は効果モンスターに対処、唯一、主人公のエースモンスターで禁止になったことがあるカード、ファイヤーボールドラゴンをリンク召喚。さらに気合を発動。さあこれで気合によって自分の墓地から気合でダークナイトを特殊召喚して、そしてこれが診断で追加された新たなる史上最強の力、召喚条件はサイバース族モンスター3対象現れよ、ファイヤーボールドラゴンダークルードネオテンペスト効果発動、サイバース族モンスター一体愚かな埋葬するぜ。これでクロックワイバーンは墓地の送り、ファイヤーボールドラゴンの効果、自分の墓地の、タブラスを回収、そしてタブラスの効果、手札のこのカードを相手に自慢することにより、自分の墓地のサイバーストックモンスター1体を回収することにより自身を特殊召喚してクロックとワイバーンが手札に返ってくる。そしてこれは何でもいいな、こことここでリンク召喚現れろ、コールとかインパート、そしてファイヤーボールドラゴンの効果、リンク先のモンスターがフィールド側半だったのでクロックワイバーンを特殊召喚、クロックワイバーンの効果、特殊召喚成功した場合トークンを1体ですね、そして、トークン1体でリンクリボーをリンク召喚、さらにファイヤーボールドラゴンとインボーカーでリンク召喚、召喚条件は効果モンスターに対象2体か、アラールのプロキシー F マジシャン効果発動、フェイドのモンスターを素材にして融合召喚を行う。これはね、墓地肥やさなくても大丈夫な枚数になってますんで、ここでサイバースクロックドラゴンの1回効果を破棄するぜ。そして、あ、こちらに引いちゃいけないカード引いちゃってた場合は、あのプロキシで出してください。手札のカードを。そして、2体のモンスターを使ってクロックワイバーンをリンク召喚。さらに、クロックワイバーンの効果発動。自分の墓地の融合モンスターをデッキに戻し、それも融合モンスターを融合召喚する。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、16、17、18、19、20、21、22、22枚のカードを墓地に送ることによりサイバースクロックドラゴンを融合召喚できるぜ。あ、これ墓地必ず綺麗に枚数合うようにしてください。はい、でサイバースクロックドラゴンの効果、
うおー最強 24,500 バカみてえな土台になったぜ。もう今からこいつは射出されるんだけどな。インネリューの効果によってレビオニアを回収し、自分の墓地の光属性モンスター3体をゲームから除外し、フォックス召喚が現れろ。根源竜レビオニア効果、効果は死者蘇生、自分の墓地から、亀特集。もう分かりましたね、もう分かりましたね。はい、さようなら。楽しいガチャ、楽しいデュエルだったぜ。射出バゴーン。ゴミカスソリティア見てくれてありがとうな。ああグッドボタン押しとくわ。小波くん、サーキュラーを禁止にしよう。